今日は大事な発表があってこの動画を作っています。お絵かき生配信始めることになりました。じゃんさんななTV。 はい、じゅんさんななTVのママです。こんにちは。今日はちょっとしたご報告があって動画作ってます。ご報告一つ目、 YouTube 始めて早3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、10ヶ月経ちました。で、私はいろんなことに挑戦してきたんですが、子供たちと一緒にやったり、私が一人で挑戦したり、あとパパが一緒に挑戦したり、いろんなことを挑戦しながら家族で楽しく動画を作って毎日 YouTube で配信してるんですけれども、最近お絵かきにハマっておりまして、この度私がハマってしまったお絵かきの、チャンネルを作りました。お絵かき毎日して描いた絵をのメイキング動画だけを出すチャンネルを作ったんです。で、そこで私の名前チーコ、あだ名ですね、チーコっていうのを、チャンネル名にしています。チャンネル登録よろしくお願いします。お絵描きのチャンネルです。ママのお絵描きチャンネル。今までここの137TV でもお絵描きをいくつかしてきたんですけれども、ああいうのも時々出していくかもしれないんですが、とりあえず絵だけもう絵専門っていうチャンネルを作ったので、もしよかったらそちらの方も覗いてみてください。続いてご報告2つ目、お絵描きが楽しすぎて、私毎日生配信やっております。お絵描きを描いているところをずっと生配信で1時間楽しんでいただくっていうやつで、こちらは YouTube ではなくて LINE ライブっていう、アプリで、放送してますので、そちらの方ももしよかったらご覧になってみてください。 LINE ライブチーコで検索していただきますと出てくると思います。こちらで、ほぼ平日は毎日、土日は時々、お絵描き生配信やっております。よかったら見てくださいという本日ご報告でした。以上です。というわけで、私の絵がどんな感じなのか、今日初めてこの動画をご覧になる方にも、分かっていただきやすいようにちょっとしたショートムービー作ったんで、見てくださると嬉しいです。それではこちらでございます。どうぞ。
こちらの137 TV もまだまだ頑張って続けてまいりますので、チャンネル登録と、高評価よろしくお願いいたします。チャンネル登録待ってます。じゅーちゃん、さんちゃん、ななちゃんも楽しんで毎日動画作ってますので、ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それでは137 TV のママでした。グッバイ。